皆さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。ご覧の飛行機たちは、第二次世界大戦で活躍した代表的なプロペラ戦闘機の数々です。アフターバーナー全開で、勢いに任せてぶっ飛ぶだけのジェット戦闘機にはない、なんだか男のロマンを感じますよね。爆音を奏でながら、プロペラで空気をわしづかみにし、風に乗って華麗に空を舞う姿に見せられて、航空ファンになってしまったと言った人も多いことでしょう。今回の動画は、そんなプロペラ機たちにスポットを当ててみました。飛行機のプロペラは、ライト兄弟の成功以前から、最も有効な推進装置として研究されてきました。そのルーツは、ベネチアボートなどに使われている、船を漕ぐロです。3世紀頃の中国で発明されたと言われています。日本だと、矢切の私のイメージでしょうか。この1本のロを、効率を高めるために、2本にして、3本に増やし、またまた4本にし、それを回転させたのが、現在の船のこれです。そして、このスクリューは、水をかく代わりに空気をかくプロペラに発展したのです。まあ、一言で言ってしまうと簡単なのですが、この姿になるまでに1800年ぐらいかかっています。そんな長い時間をかけて発達したプロペラなのですが、21世紀の現在、空を見上げるとジェット機ばかりが目につく時代になってしまいました。それはなぜなのでしょうか。まあ、一言で言ってしまえば、ボーイング707のおかげです。1957年に登場したボーイング707は、4発のターボジェットエンジンを動力とした大型旅客機です。当時のジェットエンジンは燃費が悪く、信頼性が乏しいといったイメージがつきまとっていたのですが、いざ就航すると、化け物のように進化したレシプロエンジンを積む戦後のプロペラ旅客機よりも、運航コストが安く済んだのです。おまけに、この旅客機の巡航速度は時速1000キロで、その気になれば、ライバルの DC-8 のように、音速で飛行することも可能です。コンステレーションの最高速度時速500キロの倍ですから、給油のためのテクニカルランディングの時間ロスを加えたとしても、これでは勝負になりません。そんなわけで、ボーイング707は、世界中の航空会社のバックオーダーでいっぱいになりました。そして、究極の精密機械と化して、整備が面倒なプロペラ旅客機は、第一線から姿を消し、時代は高速輸送時代に突入したのです。一般的に、プロペラ飛行機の速度は、時速700キロ付近で頭打ちになると言われています。難しいことはさておき、飛行機の速度が音の速さに近づくと、空気の性格が一変し、抵抗が増大するといった現象が起こります。いわゆる一つの音の壁です。この音の壁の問題は、飛行機のボディより先に高速で回転するプロペラの先端に訪れます。速いスピードで飛ぶには、プロペラを速く回せばいいのですが、そのプロペラの効率が保たれる速度が、おおよそ700キロ前後というわけです。この問題は、1930年頃には、すでに分かっており、当時、人類が音の壁を破ることは不可能だとされていました。でも、不可能を可能にできる唯一の生物である我々人類は、あの手を使ったり、こんな手を使ったりで、プロペラ飛行機の速度アップに、飽くなき挑戦を続けてきたのです。といったわけで、今回は、プロペラ飛行機のスピードランキングを紹介していきたいと思います。有名なあの飛行機や、あなたが見たこともない飛行機が登場するかもしれません。意外や意外、音速を突破したプロペラ飛行機もあるんですよ。前編の今週は、まず20位から11位のスピード自慢を紹介しますね。それでは早速始めましょう。
我に追いつくグラマンなしで有名な彩雲が、中島飛行機が開発した艦上偵察機です。艦上偵察機は日本海軍独特の機種で、外国の空母の上では偵察は戦闘機や攻撃機の役割でした。彼らにとって空母の狭い甲板に専門の偵察機なんて無駄って理由です。でも先手必勝、太平洋のど真ん中で米海軍の機動部隊のアウトレンジからの攻撃を考えていた日本海軍には、敵の偵察機より長い航続距離を持ち、情報を素早くかつ確実に持ち帰ることができる高速偵察機が必要だったのです。エンジンは2000馬力の誉れです。でもご存知のように、この芸術的ともいえるエンジンは予定していた出力を出すことができませんでした。そこでチーフエンジニアの福田康雄氏は、大きな直径の4枚プロペラと細い胴体、最新の送流翼を採用し、1943年の試験飛行では当時の日本海軍最速の時速639キロを記録しています。戦後アメリカ軍によって高オクタン化のガソリンと米軍仕様のエンジンオイルを使用した性能テストが行われると、日本側の数値をはるかに超える性能を発揮しました。この時の彩雲の最高速度は時速 694.5キロ で、この数値は第二次世界大戦中日本海軍が実用化した航空機の中での最速記録でした。海軍の最速機だったっていうことは、陸軍の飛行機はもっと上位にランクされているってことですね。ちなみにこの艦上戦闘機、空母に乗ったことはありません。我に追いつくグラマーなしは、地上の基地から飛び立った彩雲がヘルキャットを振り切った時の電信で、帰投後上官から余計な電文を打つなと叱られています。19位はモグラみたいな顔つきが何とも可愛い、フィッシャー P75 イーグルです。フィッシャーとはゼネラルモーターズの傘下の車屋さんで、1943年の11月に初飛行しました。この飛行機の設計はムスタングの翼、ドーントレスの尾翼、コルセアの胴体のいいとこ取りで、エンジンはベル39のようにミッドシップに配置して20反転プロペラを備えています。最高速度は時速697キロ、700キロを超えることはできませんでした。問題だったのは、初期のムスタングや P36 ライトニングに使われている1500馬力のアリソン V 型12気筒エンジンを2台つなげた W 型24気筒エンジンで、所定の出力を発揮できないどころか、すぐ故障はするわ燃え上がるわで、実戦に使える代物ではなかったのです。それなのになぜか陸軍に正式採用され、マスコミからは世にも不思議な戦闘機と揶揄されていました。18位はイタリアのエアレーサー、マッキ MC72 で、各国の飛行機メーカーがしのぎを削り合うシュナイダートロフィーレースに勝つために開発されました。ナショナルカラーであるイタリアンレッドに塗装された機体はフェラーリを彷彿させますよね。その偉大な記録は、1934年10月23日、アエロナウティカ末期のテストパイロット、フランチェスコ・アジェッロにより達成されました。パワーユニットは、フィアットの V 型12気筒エンジンを、縦に2台つなげた3100馬力を発生するターボ化吸気付き24気筒スーパーチャージャーエンジンで、おのおの2枚の20反転プロペラを回転させます。下駄履きの水蒸気が、どれだけの速度記録を叩き出したかというと、なんと、驚きの時速709キロの世界記録です。水蒸気が、なぜ、このような記録を出せたのでしょうか。飛行機のスピードを上げるには、エンジンの馬力を上げるほか、薄くて小さい翼にする必要があります。フラップがまだ開発されていない当時、そのような高速飛行機は長い滑走路が必要でした。反面、水蒸気は離着水に広大な水面が利用できるため制限がなく、思うままに
高翼面荷重の飛行機を飛ばすことができたのです。当時の陸上機のスピード記録はヒューズ H1 レーサーの時速566キロですから、まあそういうことなんです。この機体はしばらくの間地球上に存在する移動機械の最速記録を守り続けました。ちなみにレシプロ水蒸気としてのスピード記録は未だに破られていません。17位は巨乳好きのマザコン大富豪ハワード・ヒューズの飛行機メーカーヒューズエアクラフトの XF-11 です。 XF といっても当時の F は偵察機に割り当てられた記号で高速写真偵察機として発注されました。やっぱり高速機には二重反転プロペラが必要なんですね。1946年7月7日の七夕、スピード狂ハワード・ヒューズが操縦桿を握る XF-11 は初のテスト飛行を敢行。しかし間もなく二重反転プロペラが故障しゴルフ場のクラブハウスに墜落。ヒューズは奇跡的に助かりました。大金持ちって運もいいんですね。ヒューズが怪我から回復した1947年4月5日に2号機によるテストフライトで時速720キロを記録。高い評価を得ましたが、ヒューズのことをよく思っていなかった陸軍は計画をキャンセルしてしまいました。ロッキード社にもライトニングのパクリだと訴えられて踏んだり蹴ったりです。この年の11月、 XF-11 と同じエンジンを8機搭載した巨大飛行艇 H-4 ハーキュリーズが初飛行に成功します。ハーキュリーズとはギリシャ神話の戦いの神ヘラクレスの英語読みで、タカスクリニックの高須克也院長によると、成人男性のグラマン F7F はもともとトムキャットと名付けられましたが、性欲旺盛な野良猫といった意味を含むネーミングを海軍が嫌ったことから、改めてタイガーキャット、ドラ猫と名付けられました。どちらも似たような意味なんですけどね。最高速度は時速732キロ。日本との戦争を睨んで建造計画を進めていたミッドウェイ級航空母艦に搭載するための大型双発戦闘機として開発され、ブーゲンビルで海戦が行われている1943年11月2日に初飛行しています。機首にレーダーを積み、4門の20ミリ機関砲のほか、ロケット弾、各種爆弾、航空魚雷を搭載できるアメリカ海軍初の全天候型マルチロール戦闘機です。364機が製造されたところで、太平洋戦争終結により生産はストップ。その高性能を生かす機械は朝鮮半島で発揮されましたと言いたいのですが、朝鮮戦争では夜間偵察機として使用され、旧式の服用練習機ポリカルポフ2を2機撃墜しただけでした。この飛行機、つい最近まで現役として働いていたんですよ。4機が並んで飛行している様子に見えますが、実は違います。この飛行機は、P-51 ムスタングをニコイチにした F-82 ツインムスタングです。もちろん2機が空中で合体するのではなく、あらかじめつながっています。こんな発想をするのはドイツだけかと思っていたら、アメリカは272機製造して実戦部隊に配備していたんですね。最高速度780キロの P-51 を2機つなげたら2倍の速さになると考えたわけではなく、長距離飛行を強いられる太平洋戦線でのパイロットの疲労に気を使ってのことでした。この手の戦闘機って古今東西成功した試しがないですよね。でも意外や意外、飛んでみると割と運動性が良く、その速度は742キロに達しました。
16位の F7F と同じく、戦争の終結により、日本の戦闘機と戦うことはなかったのですが、真ん中の翼にレーダーを積んだ D 型が、那覇から飛び立って、朝鮮半島の作戦に参加しています。ミグを撃墜することができなかったようですが、白虎やラボチキン7など、20機の敵機を撃墜し、11機が撃ち落とされています。ちなみに、お値段のことを言いますと、普通のムスタングが5万1000ドルで、ツインムスタングは21万5千ドルでした。なんか割に合わない戦闘機ですね。ここで、17位で紹介した、末期 MC-72 の速度記録を破った飛行機が登場します。政治的な理由で、ずっと冷や飯を食わされていたエルンスト・ハインケルは、1931年、双子の航空技術者、ギュンダー兄弟を招聘しました。彼らは、メッサーシュミット BF109 の後継開発計画に応募し、そして生まれたのが、このハインケル100です。1939年3月30日、ハインケル100は、時速 774.6km を叩き出し、速度世界記録を更新しました。でも、この世界一のスピードを誇る高性能戦闘機も、やっぱり採用されませんでした。ハインケル100が世界記録を出した2日後、大日本帝国ではゼロ戦が初飛行しました。初期型のゼロ戦のスピードといえば、時速500キロをちょっと上回る程度です。ハインケル100と比べると、東京から大阪まで新幹線で行くか、歩いて行くかの差があります。そこで、この高速機に目をつけた日本陸軍は、開戦直前の1941年に3機を購入し、国産化を計画したのですが、当時の日本の技術力では無理があり、この計画は一旦見送られました。戦局が不利に傾いてきた頃、海軍と陸軍は、おのおのハインケル100のライセンスを購入し、迎撃戦闘機として生産することを決めました。それが、この幻の戦闘機で、海軍版は AQHE、陸軍版は P-62 ハイタカと呼ばれたと言われています。ただし、この計画自体が本当にあったかどうかは不明で、終戦後、アメリカは連合国パイロットの目撃情報をもとに日本全国を探し回ったそうですが、結局見つけることはできなかったようです。ハインケルの政治的仇、メッサーシュミットも負けられません。メッサーシュミット209は、ハインケルの速度記録を破るために設計されたシングルエンジンのレーシングプレーンでした。この飛行機は、ハインケル100が世界記録を出したわずか27日後の1939年4月26日、時速755キロを叩き出し、世界記録を更新したのです。連合国の巻き返しが始まった頃、スピットファイアに対する優位性を保つため、このエアレーサーをもとに BF109 の後継機を作る計画が立てられました。しかし、重量が増大し、空気抵抗を減らすための翼面冷却ラジエーターなどの新機構がうまく働かず、平凡な性能しか発揮できなかったことから、採用されることなく姿を消しました。12位で、いよいよ日本陸軍機の登場です。この P-83 は、敵地の奥まで進行する爆撃機の護衛をするために、1941年から三菱によって開発が開始されました。いろいろと手間取って、試作機が初飛行したのは1944年の11月で、マリアナ諸島から出撃した B-29 が日本本土の爆撃を始めた頃だったので、本来の開発目的は失われていました。終戦後、長野県に疎開していた P-83 をアメリカ軍が接収、その場で試験をしたところ、高度8000メートルで時速762キロの高速性能を発揮、アメリカ軍関係者を驚愕させました。
ターボチャージャーがきちんと働いて、まともな燃料とオイルを与えれば、日本の飛行機も欧米並みのスピードが出せたってことですね。もし戦時中に大量配備されていればと残念がある方も多いことでしょうが、そもそも松の根っこから抽出した油では飛べないので、戦局は変わることなく、中学校の授業で習った歴史のまんまでしょうね。11位は、1943年10月に初飛行したドイツのドルニエ335です。もともとは戦闘機の護衛を必要としない高速爆撃機として開発がスタートしましたが、戦局が不利に傾いてきたこともあり、連合国の爆撃機を撃墜するための迎撃機へと用途が変わりました。ニックネームはスパイル、弓矢の矢の意味です。複座タイプの機体は大アリクイと呼ばれていました。この奇妙な形をした戦闘機は、信頼と実績のダイムラーベンツ水冷倒立12気筒エンジンを前後に搭載し、最高速度763キロで飛行できました。大抵の場合、このような形の飛行機はエンジンの冷却の問題で計画倒れになることが多いのですが、ドルニエ335は終戦までに37機が製造され、実戦部隊に配備された珍しいケースです。最初の遭遇は1945年4月に起きました。フランスのエースピエール・クロステルマンの2機はホーカーテンペストで哨戒飛行中、高速で飛行する見たこともない戦闘機を発見しました。クロステルマン隊員は4門の20ミリ砲を浴びせますが、攻撃をかわした謎の戦闘機は反転し、そのまま信じられない速度で遠ざかっていきました。テンペストも高速戦闘機として名を馳せていましたが、全く追いつくことができなかったそうです。ドルニエ335は初めて射出座席を搭載した実用戦闘機としても知られています。さて、来週はいよいよトップ10の発表です。これまでよりもさらにぶっ飛んだ飛行機たちが登場しますよ。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルとツイッターもチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。